今回は、ババーンアマゾンをチェックしてたらね、偶然見つけました。ドリームリーグ。はい。ありまして、アマゾンで。アマゾンが、販売と発送をちゃんとしてるやつなんで、定価以下だし、ちゃんと、あの、サーチとかされてないやつですね。うん。なので、安心だと思います。アマゾンは多分、在庫が急になんか返,な返品なのかなななんかで復活したみたいで、一瞬だけ定価以下であったんですよ。ちゃんとアマゾンが。 アマゾンが販売発送してるってことは、定価以上がないってことなんだっけ確か。まあ、とにかくドリームリーグ、今ね、これ値上がってるんですよ、結構。で、今回欲しいのは、まあ、リーレーエが欲しいと思ってなんだけど、この中で一番レアなのって、あの、メイっていうキャラクターの、エスレアかなかなんかが、すごい高いんですよね。はい。あメインを狙います。リーレーエとレメイン。さあ、じゃあ、頑張っていきましょう。 あそ、後ろのとこ,こね、こう切った方がいいんだよね。こうやって。こう切ると開きやすいっていうね。さあ、開きましたよ。開 <laughs> きましたよっていうわかはないけどさ。えー、まあ、そうですね。こう見るとメイン乗ってないけど、やっぱリーアがメインっちゃメインなんだけど。ね。よし。定解以下、今さ、 定価以下で売ってるのがあんまなくて、まあ、人気のやつは大体もうプレネになってるんだよな。で、お店にもないというね。はい。じゃあ、一袋目いきます。こんな感じ。お店にあったらこれね、買った方がいいと思いますよ、まあ。ハイパーレアよりスーパーレアの方がなんかね、価値があるんだよね。だから、スーパーレアの美少女カードを狙います。よし。 はい、ネイティーバーデリアバーデリアなんか懐かしいなマグマックムーランバーデリアの進化系来たら、ね、いきなりでライチューまあムーランド一応キラっちゃキラなんで分けておきましょうかあキラこっち置いとくかはい結構なんか僕もね勝手なイメージだけどポケカって後半にねキラとかレアなやつ入ってる気がするんだよなキラっていうかエスレアとかハイパーレアとか おたまろ、あはあ、あはっとキラだけどどうだこれはキャラクターレアか、キャラクターレア意外とレアだって気がする。はい、ドガース。だけどこのキャラは女性キャラだからまあいいんじゃないでも、そんなでもなかった気がするんだけど一応、嬉しいかもしれない。まあ、感情だから嬉しいとかは一応とかないんだけど。はい。ファイル。押しときます。ファイルだね。スピ、スリーブ。 これで、今回も、まあこれがやっぱ合ってるよな。ミュウツー。これポケセンオリジナルのやつなんですよね。これかっこいいよね。ミュウツー。に入れて、レアなやつだね。そして、やりすぎかもしれないけど、その上にこれもします。30スリーブをします。やりすぎだけどね。 多分ね、ポケカ、今がね、もうマックスだから、これから下がると思うんだよな。でも、また上がる日もあると思うんでね。まあ、値段が全てじゃないし。はい。こんな感じで。ドガースと、なんかポケモンの文字が書いてあるね。はい。かっこいいでしょ、ミュウツ。家業のミュウツ。ね。キラ、来ました。なんかちゃんと入ってる。これ大丈夫かな まあいいか。はい。いいですね。動画、今回唯一の、まあ、唯一初。キャラクターレアか。キャラクターレア結構いいんだよな。変になんか、なんだろう、ダブルレアとかよりもいいと思う。いいと思うっていうか、多分いいんでしょ。ほら、ダブルレアより上だ、キャラクターレア。でも S レアより下だからね、まだ。そして、マグマッ多いね。うわーく。 ん雫もって、なんだっけあ、まあ、エルレイド。これは、ただのレアですね。いつき、ここら辺のなんかあるんかな ?S レアとか。これも一応ファイル入れた方がいいな、スリーブ。どうなんだろう。一応入れようか。なくなっちゃうんだよな、スリーブが。 また買わなきゃなんだけどさ、アマゾンで買ってるからさ、スリーブだけ買うわけにもいかないじゃん、送料的に。ねえ、だから、なんかと一緒に買わないといけないからさ、なんかほ他に欲しいものがあればいいけど、ない時とかさ、困っちゃうよね。まあ、今、僕ね、アマゾンプライム入ってるから、ね、あのお買い合わせ対象じゃなければ大丈夫なんだけどね。ムーランド。よし。 アマゾンプライム今僕入ってるんですよ。無料体験で。めっちゃいい。めっちゃ利用してる。<laughs> 早いというか、なんか、うん2000円いかなくていいのがいいですね。あ、鬼雫も、鬼ドリル的なああこれ、リーデーの全力。これの S レアが欲しいわけですね。あ、マトドガス来た。ええとでーす。そう、リーデー今のやつ、リーデーの全力の S レアが欲しいというね。 でも来るかもしんない。今のが不倫になってて。コイル。キルリア。ああまあ、ライチュウね。コミカ。せっかくならピカチュウが欲しいね。やっぱピカチュウが人気みたいで、海外では。やっぱ価値があるのはやっぱピカチュウみたいな感じ。かまわやっぱリザードンとか強いよね。リザードン。あと、イラストレーターっていうカードが一番高いんだっけ陛カーの中では。なんかの、検証っていうか、イベントの景品でしょお キラー来てるけど違うかかあーシルルバダブルレアかまあ悪くないでしょう。で、コータス。コータスの僕色違いがルビーで出たんだけど、たまたまその瞬間、ボールは何にも持ってなくて、ゲットできなかったっていう悔しい思い出があるんですよね。まあ、シルバーディー GX ね。はい。よし。今 GX、うん、ダブルレアなんで、あ、これもやりましょうか。ニューツーも入れましょう。 なんか似合うしな、これ。ね。これちょっと奥まで入れたいんだよな、こうやって。おっし。で、これか。楽しいね。最近カード系が僕ハマっちゃってさ、ハマったというか、なんかマイブームがさ、トレカなんですよ。自分でトレカ作ったりとか。そう。だから、あとやっぱトレカが開けたりとか、こう、ハマってるんですよね。 トレカ系の動画とか見たりして。結構ね、トレカにもハマってますね。やっぱポケモンと、あとは、あの、アッパーだ、アッパーデックとかそういうさ、トップスとかのあの、スターウォーズとか、アーマーベルのやつとか。そこら辺がやっぱいいんだな。ポッタイシュミミック。なあー、レア来てるけど謎の草あれこれどうだっけなダブルレアだから、まあまあそんなに気にすることはないんだけど、S レアとか来ちゃうとね、1枚しか出ない可能性あるからね。 レスラーマンドゼクロムで真ん中に N がいるんだっけまあ悪くないでしょ、これは。悪くない悪くない、全然。悪くはないんだけど。うーんって感じ。まあ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 。でもダブルレアでそんなにないからね、レアのやつってね。まあんかやっぱり S レアだよね。で、ハイパーレアとかウルトラレアに比べると、なんか S レアの方がレアみたいな感じ。特に美少女キャラは。 うん、いいですね。楽しいですね。ポッケカというか、トレカは、まあ。ポケカが楽しいっていうのもあるし。ポケカは今ちょっと流行っちゃってるからね。今ちょっとバブル期だから、あんま買うのはいいタイミングではないから。あれなんだけど、まあ、買えるときは定価以下で買ってもいいと思いますし。まあ僕もね、ポケカ歴長いっていうか、 僕ね、思い出したんだけど、僕ね、昔、ちっちゃい頃ね、あ、もちろん親が入ってくれてたんだけど、あの、ポケモンカードファンクラブに入ってたことを思い出しました。そう。あれね、それぐらい好きだったんだと思って。幼ちゃんぐらいの頃かな。あ、いやーこんなエセリアとか来たらきついかもしんないね。って言っとると来るかもしれないから気をつけないと。そう、覚えてる。ハッサムのね、カードとかもらったもん。その、 送ってくるんだけど、トレーナーファンクラブが。あ、ポケモンカードファンクラブが。だからポケモンファンクラブって言うんじゃなくて、ポケモンカードのファンクラブなんだよね。に入ってました。で、毎、毎月なのかなあれ。なんか、ね、本送ってくれて、雑誌をね。ヨーテリー。あ、リリーの全力。お、これは来るんじゃないか、リリーの全力。エスレアが。2枚目だもんね。エスレア来そうですよ。 でもほら、違うわ。メイが欲しいんだ、僕は。一番はメイだ。メリンダメイを狙います。よし、そっか。ぽったいし、あ、ぽったいし懐かしいな。あれ何や、ニーレイの全力3枚目だぞ。これは来るんじゃないか、リーレイの全力。ここまでノーマルがいっぱい入ってるボックスに、リーレイの全力の SD ア来なかったら、怒るよ。怒りはしないけど。来い。 ポケカは安くていいですね。ワンボックスも4000円台で買えるからね。5000円しないことが多いですね。おっきら来てるけど、これはまあ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 、ドリューズね。こうだっす。まあドリューズもね、ちょっと特別感あったよね。初め出てきた時。あれもしかしてこれちょっとレアなのかなとか思ったけど、全然そんなことなくて、みたいな。まあこれはスリーブ一枚でいいでしょう。とかやってるから、これだけなくなっちゃうんだよ、ね、どんどん。 一番下のやつ。でも安い。120円ぐらいで買えるから。アマゾンで。んあぶねあぶね。中切っちゃったと思ったらあぶね。中切っちゃったかと思いまして。たまにあるからね。ちっちゃい子とかね。お、キラー来てます。LA、あれレイド2枚目じゃないこれなんかすごいレアっぽいんだけど、ただのレアなんだよね。まあレア、レアからレアなんだけど。エルレイドね エルレイド。いいポケモンですけどね。はい。よいしょ。メイ濃いメイ。そろそろね、こう来そう <laughs>。来てほしいエスレア。でもエスレアが出ないボックスってさすがにないんだけど、ボケかはね、正確だからね。だけど、さっきのおじさん系が <laughs> あるからな。 コイーで、いつき。この人の s リアとかあるのかなどうでしょう。まあ、ちゃんと調べてもいいんだけど、全部調べすぎるとさ、面白くないじゃん。カードデザインとか全部覚えちゃうからさ。それじゃ面白くないんですよね。だから、でも、レアなやつとかある程度知ってた方が、面白い部分もあるじゃん。だから、とりあえずね、価格が高い、いくつからけ ?3 つぐらい覚えとくっていうね。それがいいかな。 レアがない。あ、ピカチュウ。ピカチュウはね、割とね、ノーマルでも、まあいいですよね。ピッピ人形。これとかレアあったっけリーデのピッピ人形。また流すかっこいいよな。さっきのカード、地味に嬉しいですけどね。<laughs> よし、行くぞ。よしリリ。あ、タイプヌルだ。 お、キラが見えるけど、あー、違うな、これは。いいね、いいね、いいね。レアコイルとかの、なんか変にダブルレアとか来ちゃうと困るよね。N の覚悟。お、いいですね。N の覚悟もまあ、いいですよね。そう、レアコイルとかね、ムーランドとかの、例えば、変にレアなやつ来ちゃうのは、意味わかんなくなっちゃうから。<laughs> うん。ね。これぐらいでちょうどいいです。全然いいですよ。パック数多くて楽しいね。 ポケカの中でもパック数が少ないやつあるじゃないですか。ちょっと高いやつね。まあどっちもいいんだけど、やっぱ多い方が僕は好きかな。だから最、近の連撃とか一撃とかはね、好きですよ。臭い花。ポッチャママトドガス、エンペルト。エンペルト強かったよな。で、エンペルトの世代豪華ザルとかあとドライドスだっけ,ドライドだっけなんだっけ草タイプ。あれ辺はさ、初期のポケモンが強かったよね。 最終進化全員かわいいな、オタマロのこの写真。今回の中で好きな方かもしれないですね。ノーマルカードも全然かわいいからね。あと、あの、バトルに使うのは結局ノーマルカードらしさ。バトルしないけどね。する相手はいないですよ。カードショップとか行きたいけど今やってないもんね、多分。 ハガネール。まあ、ハガネイルとかも変に、あ、ホミカとか欲しいね。ハガネイルとかも変にダブルレア着ちゃうのはあんまりだよね。そうやったらリザードンとかさっきのタイプヌル的なやつの方がいいですよね。かっこいいというか。まあ、ハガネイルも好きだけどね。ハガネイル結構ゲームだとレアじゃん通。通信しなきゃ進化しないからさ。なかなかめんどくさいからね。 大人になると友達と通信とかしなくなっちゃうってか、できないもんね。いないもんね、やってる人は。やってる人はいるんだけど、集まってやろうぜとはならない。子供の時と違って。あーっと、ラフレッシャーだけど、これは当たりだ、確か。ダブルレアの中では当たり。ラフレッシャー GX、女の子いるし。なっけこの子。ヤーコンとかが外れたと思います。あれ、S レアの中ではね。 うん、ダブルエア、いいですね、ラフレッシャーは。ただ、さしでも、前回も出たから持ってんだよな。まあ、売ろうか。売ろうかとか言って、僕、まだ1個も売ってないけどね。トレカを売ったことはないっす、まだ。だから、今度、売ろう。売ろう、売ろう。駿河屋さんとかに持っていくか、メルカリで売るかだな。入れ方間違えたあ、入れ方間違えたかもしんない。上下間違えました。 あんま出し入れしたくないんだよな、これ。入れ方違しました。上から入れなきゃ。最初のメルカリで売るのが一番なのかなあとはなんかトレカ専門のフリマアプリもありますよね。なんだっけマジカだっけなんだっけマジカじゃなな、マジみたいなあ。ありましたね。とかあとは、最近なんかいろいろありますよね。ペイペイフリマとか,なんか色々あるからさ。 わかんないですよね。まあ、メルカリとヤフオクが一番いいのかな。だからメルカリかなポケカは。ね。ラフレッシア GX。これ当たりですね。かっこいい。かっこいいっていうか、可愛い,い系か。はい。かっこいいですよね、デザインがね。この、これもう外枠までいっちゃってる感じがかっこいい。最近のポケカは。 僕がちっちゃい頃なかったからね。みんな枠に収まってたから、一応。まあ、それでもすごい好きだったけどね。リズハードンとか嬉しかったから、やっぱ。てか、普通にそういう,うに不思議種好きだったから、不思議種が一番嬉しかったけどね。はいはいはい。ね。あ、そういえば最近なんかね、部屋のね、引き出しとか、普段開けない引き出しを開けたりしてたんですけど、古いポケが出てきまして 20年ぐらい前の。今度紹介しますね。まあ、レアなやつはあんまなかったけどね。あ、なくもないか。多少レアなのもあった。うん。1000円超えるやつもありましたね。あの、駿河屋買取でね。だからメルカリとかだともうちょっと行くし、あと海外で売るとね、もっとね、高く売れるらしいんだけど、そ販路がないんでね、僕に。おレア来てます。ピカチュウ。 で、ドリューズはさっきも来た。ドリューズ。あーやっぱトレカのスリーブがないな。足りなくなってきたな。あと10枚くらいしかないかもしんない。まあ、ちょうどこのボックスで使い切る感じかな。まあ、ここら辺のね、ただのレアを取っといてもみたいなのとこあるけどね、大事にね。そこが値上がるってことはもうないですよ、よっぽど。まあ、ノーマルカードでもレアのやつはレアなんだけどね。 その、イベントとかでもらえたやつはね、嫌ってなくても。確か、ね、イラストレーターも嫌ってはないんでしょう。嫌ってんかなモグリュビッピ,ピ,ピスイレンの釣り竿。これいいですね、カードとしては。やばい。エスレア来ない。やっぱ後半だね。もうあと何パックかしかないもん。そろそろ来るぞ、エスレア。 か、最近僕全然出会ってないけど、ハイパーレアとか、ウルトラレアとかも来てもいいんですけどね。僕全然来ないからね。ガマガルドガースーニューメイだけどーただのレアかー。まあ悪くない悪くない。お、これはメイの S レア来る予感とか言ってさっきもリーゲ言ってたよね。メイの S レア来ちゃうんじゃないの 逆にレアできたからもう来ないっていうパターンもあるけどね。メイ。あれ、あと5パックとかしかないんじゃないやばいやばい。まあ、来るでしょう。誰が来るかなでもなんか来そうだよね。リーリエとか、メイとかの女性キャラ来そうだけどね。おっと、キラッきてないね。かわいい。イラストうまいの誰が描いてんのこれ。しげのりねぎしさん。う いいんだけど。おし。来い、来い、来い。S レア、そろそろ来い。S レア来い。あ、来た !S レア、あー。うわ、微妙 !S レア N の覚悟か。どうだっけ ?N の覚悟って。ガマギロゲ、どうだっけ ?N の覚悟って。マジか、メイじゃないな。 イーリエットかメインよりも下だとは思うんだよ。上ではいなかったから。あ、でも悪くない気がするんだよな。どうでしょう。これとラフレッシャーで元取れたかな。メルカリで売れば。<laughs> N はね、なんかね、よくわかんないんだよな、キャラとして。あんま覚えてない。覚えてんだけど、僕が見せた時はブラックホワイトの。見てた頃にはまだ N がよくわかんない存在だったんだよな。 ポケモンのと一緒中で,できるみたいな,なんかよくわかんないんか足だったからさね危ない危ないよし謎ですねこれはちょっと後で調べてみないとよしポケモンカードゲーム今回のエスレアは N の覚悟でしたね 女性には人気ありそうだよね、そりゃね。男性には微妙かもしれない。さあ、あと、あ、まだとこバックぐらいあんのか。ってことは、もう一枚ぐらい来るかもね。ま、あ s ア以上は来ないと思うんだけど、あれは来ると思う。ダブルレアは。ね。ああキャラクターレア来たよかった。もう一枚来たピカチュウ。これがいいんだよ。これ当たりなんだよ。やったキャラクターレアって2枚も来るんだっけやった良よかった。あ、前回も2枚来た気がすんな。 2枚だったっけ ?1 枚だったっけいやいやいや、これはいいですよ。キャラクターレアはいいですよ。しかも、ピカチュウっていうね、ポイント高いんですよ。いやー、これはいいですね。これはいいですね。2枚になったから1枚売ってもさ、1枚残るじゃん。やった、2枚目。2枚目ゲット。ゲット、ゲット。 えーっと、どっちがいこうか。ピカチュー、ゲット、キャラクターレアゲット。さあ、あと1枚ダブルレアが来たら終わりかなそんぐらいかなはい、キャラクターレアまだ来るとか、まあ、ダブルレアもう1枚が欲しいからね、なんか。あ、来たね。マニューラとかっぽいなぁ。ダブルレア来た。あ、じゃあ、キャラクターレアじゃん。 マニューラと、なんか、そのトレーナー。一匹はサンドのアストロスク,ク,ク,クです。どういうことだろう。マニューラー。キャラクターレアまた来たぞ。これは、いいボックスですね。 キャラクターリアって3枚も前回来たあ、来た気がすんな。ただ、おじさん的なやつだった気がすんだよな。今回はいいですね。マニューラー可愛いもんな。可愛いっていうか、割と、どっちかっていうと美少女キャラに寄ってるから。いいですね。マニューラー。まあ、後ろにいるのはおじさんだけど、はなんかあんま格好悪くないおじさんだからいいですね。太ってないから。あまり太ってるおじさんのカードあるからな。 ど、どれだっすかよし、こうか。よっしゃー。まだ来たね。あとは何パックあと2パック。ダブルレアぐらいは来てくれ。か、もう、ウルトラレアとか来てくんないかな。ウルトラレア。ウルトラレア。ウルトラレアであんま高いのないんですよ。なんか意外と。みんな S レアだからね、大体。あ、ピカチュウ来た。 はい、よし。N の覚悟のノーマルカードですね。N って結局悪いやつならいいやつならどうなのね。わかんないですね。多分悪いやつじゃないと思うけどね。あ、よかった。スリーブ余裕で足りたわ。よし。ね。よし。そして、ラストアンパック。なんか重い気がする。ふふ。 そんなことはない。ダブルレア。あ、タイプヌールだ。あ、キラ来てます。ただ普通のキラっぽいな。あー、レアコイル。まあいいでしょ、いいでしょ。<laughs> ノーマルカードはすごい増えちゃうね。こうやってやってると。ノーマルカードの置き場に困るんだよな。やっぱ、レアとノーマル混ぜないようにしようかな。これから。 もう一個ケース買ってきて、金均で。で、ホイルっていうことで今回のボックスは以上です。えー、今回の当たりはね、まずキャラクターレアのマニューラでしょ弱さ置いとこうか。で、ピカチュウで、で、メインの S リア1枚はこの N の格好でした。で、 まあ、メイはね、普通のレアできたんだけど、これもまあ当たりだと思うんだけどね。で、まあ、ドリューズの普通のレアで、ダブルレアで言うと、ラフレシア GX が結構当たりかな。あとはまあ、これ辺の普通のが多かったかな。やっぱ後半に来るね。レシランマンのゼクロムもね、そこそこ良かったんだけど、S レアじゃない。前回これの、ね、S レアだった気がするんだよな、僕。で、シルバー DGX。これも悪くないと思うんだよ。で、こうだあ キャラクターレアの中ではこれやっぱ強いよね。なんか、デザインがいいもんね、これ。圧倒的に。ということで、まあ僕の予想だけど、この中でレアなのはこの、ああ、結構多いな。なんか元回収してる気がする、絶対。これうまく売れば <laughs> ね。ねあの、ボックスのお金ぐらいにはなるような気がするよね、うん。まあダブってるカードが2枚あるからな。売ってもいいんだよな。ピカチュウとラフレッシャージェックスは。 ピカチュウはこれから別に値段落ちないと思うから、あんまり。売らなくてもいいのかな。で、ドガース。これ、これ一番いいかも。今回一番いいかも。これだな。ドガース。これいいですね。ドガース。ね。はい。ってことでね、その説明欄にこのドリームリーグのアマゾンリンク貼っておくので、まあ、ぜひ皆さんもまめにチェックしてね、あ、定価以下で出たと思ったら買ってもいいんじゃないかなと思います。 はい、僕はそれで買いました、まあ、僕とまた競りましょう僕もまたねあ,のあったら買うんでこのドリームリーグ、うん、一撃連撃も欲しいんだけど特に別に連撃は買ったからもういいんだけど一撃まだ持ってないんだよなぜか,か連撃の方がいいのに一撃もプレーンになってんだよアマゾンとかあとあのおもちゃ屋さんとかない僕行ったドンキなかったしあとなんだっけワンダーグーかの トレッカーコーナーなかった。ってか、ワンダイグのトレッカーコーナーに至っては、ほぼなかったポケカが。あ、てか、ドンキもそうだ。ドンキのおもちゃコーナーのポケカも、ほぼなかった。あるのは、アマゾンで定価割れしてるような、あんまりなんか、いいから出ないのやつかな出ないのかなわかんないけど。とかしかなくて。だから、ポケカ今流行ってんだな。ってか、何年か前にも一回あったよね。2年前ぐらいに。1年前だっけ ?2 年前だっけなんかあったよね。 YouTuber ーーが紹介したかなんかで、ね、流行ったんじゃないかその時は。今回は何なの今回な何だっけ今回やっぱイラストレーターが高くなったからかなどうでしょうね。ああ、嬉しい。ドリームリーグ。いいですね。はい。ということで、まあまあね、あと、また今度ね、あの、僕の引き出しから出てきたね、20年ぐらい前のポケカとかも紹介したいと思います。はい。 今回の動画は以上です。この動画良かったなと思っていただけた方は、ぜひ、評価ボタン、チャンネル登録お願いします。コメントもお願いします。で、あと、Amazon リンクね、あの、今回、あの、僕が使ってるスリーブとか、あとこのドリームリーグ貼っておくんで、よかったらそこから見ててください。それではまた、バイバーイ。